髪切った。髪切ってないよ。髪染めた。髪を暗くした。よん。ちょっとしかしないけど。ちょっとだけするね、ショールーム。ハイライトは健全、残ってるけど、暗いね、割と。暗くしてくださいって言って割と暗いかもね、これ。なんかすごい、あ、健全って言ったらいいな、健在。何色なんだろうね、これ。トゥルン、そう、久しぶりにしっかり、超しっかりトリートメントしてもらった。何色か聞いてみよう。愛の色、愛の色。そう、今日は美容室行ってきた。行ってさっき一人でご飯食べて、帰ってきたっていう感じですかね。でもね、ちょっと空いてもらいました。ちょっと空いてもらった。どう？どうですか？いい感じ。いや、なんかね、長もの、なんかこれ以上着るとね、すごい後々めんどくさくなるので、もうなんかもう本当はもっと着りたいんだけど、本当はもっと着りたいんですけれども、今はこれです。お洋服かわいい。あ、これめっちゃ久しぶりに着た、この服。この服は久しぶりに着ましたね。ワンポイントのカラーがいいね。あ、このハイライトでしょ。そう、ハイライト。
あでもまあまあ暗いかも。なんか美容室で見た時はさ、あれ意外と茶色くないって思ったけどさ、今こうやって見ると割とあれかもね。割と茶色めかもしれない。あ、後ろさん間違えた。割と黒めかもしれない。今日寒かった。え、なんか夕方くらいはめちゃめちゃいい気温だったけど、夜は寒いんじゃない多分。まだいい、夜はまだ寒い気がします。でもなんかさ、ボブっぽい。ちょっと内巻きにしたらこれ完全にボブだね。今日はシャンプーしなくていいってあったから、もう楽ちんですね。やばい、なんかさ、サラサラすぎてさ、ずっと触っちゃう自分の髪の毛を。ナルシスト？何がナルシスト？やばい。そう、なんか1年ぐらいかもう行ってるんですけど、美容室今のところ、いつもね、なんかいろんな美容室行ったんですけど、なんか一番自分の髪質に合ってるなって思います、今のところが。すごいシャラシャラーン。いや、表参道じゃない、私が行ってるところは。仕事業務中、白髪染めの黒以外染めるのダメで、洗って落とせるのしかダメな自分と人はいろいろ染められるの羨ましい。ほんと？あんま明るい色にはしないけどね。表参道のエピネ行ったら閉まってた。なんでエピネ行ったの？誰かのプレゼント会とか。今日あるところで3人で歩いてなかった。歩いてないよ今日はね、一人で出かけてたから。歩いてないよ。私に似てる人いた？似てる人いました？表参道のエピネ営業日めっちゃ限られてる。だよね。私新宿のエピネしか行かないからわかんないけど、今からジャーマンケーキ食べます。いいね。せいちゃんとのケーキいつ行ったっけな。せり1週間前とかですね。1週間前とかに行ってから割と最近だね。
割と最近の話です。セリちゃんのインスタ上がってた？え、今さっき帰ってきたから見てない。あんま私なんかリアルタイムでテレビ見ないかも。なんか TVer とかで見ることが多いですね。で今何しようとした私。あ、セリちゃんのインスタ見ようとした。そう、セリカが、あ、セリカが載せてるやつがなんか本当のちゃんとしたアフタヌーンティー。私パフェしか載せてない。パフェしか載せてないんですけど、セリちゃんが乗っかってるのがなんかちゃんとしたなんかやつです。なんかこのアフタヌーンティーを言った理由といたしましてはですね、あれなの、なんかその事務所に、まあ、プレゼントを送られてくるんですけど、ありがとうございます、プレゼント送ってくれてる皆さん。そのプレゼントを開封してたらなんかこのその選べるアフタヌーンティーチケットみたいなのが入ってて、なんだこれと思ってみたら、その都内とか、都内じゃなくても福岡でも大阪でもなんかいいけど、なんか自分がその行きたいアフタヌーンティー、ホテルのアフタヌーンティーのチケットが使えるみたいなのを送ってくれた方がいて、誰が送ってくれたか分かんないんだよね。いて、それでセリカを誘って行きました。わかんない。でもちゃんとなんかこのプレゼント、いや、いいのとダメなのちゃんと事務所の人が見てると思うからね、多分それは OK だったんだろうね。それでね、行ってきたの。だから実質ファンの人にプレゼントしてもらったアフタヌーンティーみたいな感じでしたね。ね、すごいおしゃれだよね。誰だろう、誰がくれたんだろう。スタバのカードをくるかお友達にあげていいよ、ゆうちゃんでしょ。ね、プレゼントのセンスすごいいいですよね。なんかこう、思い出をさ、作ってなんか誰かと作ってきてくださいみたいな感じですよね。でもね、すごいね。なんか私はもう あんまりなんかケーキとかは食べないんですけど、どちらかといえばなんかスナック菓子とかの方が私好きなんですけど、なんかね、なかなか食べないからケーキとか、すごいなんかすごい味がした。すごいすごい、なんかすごい味で、なんか高級そうな味がしました。
なんかね、なかなか食べないような味がして、そう、なんかすごいなって思った。で、大人のなんかね、セリちゃんと食べながら、これ何の味だろうねみたいな感じだったな。そうなの？そう。セブンイレブンの沖縄フェアには行ったの。沖縄フェア？ああ、私セブンにしか行かないんですけど、基本的に何も買ってないよ。何も買ってないんです、セブンは。何にも買ってない。なんでマリオットにしたの？マリオットが一番美味しそうだったから。マリオット、あ、そう、マリオットホテル、品川、どこだっけ、北品川だっけ、東品川だっけ、忘れちゃったけど、品川にあるその東京マリオットホテルっていうところのアフタヌーンティーに行ったんですけど、マリオットホテルが一番美味しそう、可愛かったから、ピンクとかあって一番可愛かったからそこのホテルに行きました。アフタヌーンティーってどういうシステムなの？システムっていうか、普通になんかいっぱいスイーツ乗ってるカゴみたいなのに、なんかスイーツがいっぱい来て、でなんか紅茶とか飲みながら優雅になんか、なんかケーキ食べるっていうだけですね。でもね、アフタヌーンティーはなんか調べたけどね、高いね、どこも。なんか平気で 6,7,000円ぐらいするよね、一人。北品川なんだ、マリオットってるって。なんか平気で 6,7,000円ぐらいするから、すごいびっくりしちゃったよねめちゃびっくりしちゃった。お上品なお昼のやつ、お昼のおやつタイム、まあそうね、簡単に言えばそういう感じですね。食べたいだけ食べられるシステムというか、なんかもう量がそもそも決まってて、なんかこれくらいケーキ来るみたいな決まってて、でそっから食べるんだけど、結構甘いから、なんかね、もう結構ね、すぐお腹いっぱいになるし、そのアフタヌーンって行った後になんかもう塩っ気あるの食べたすぎて、お腹いっぱいなのに2人でお寿司食べに行ったもん回転寿司。アフタヌーンティーはホテルのやつ特に高いよね。高いの。私も初めてアフタヌーンティー行ったんですけどね、高いみたいだね。分かんない、私多分自らは行かないと思うんですよ。これ人に誘われたりとかしないとアフタヌーンティーとかは行かないから、最近流行ってるの、割と前から流行ってないアフタヌーンティー。これね、私も初めて行ったからあれだけど、すごいなんかでもなんかね、すごい優雅な女性になれた気分だったよ、行った時なんか優雅なお茶だったよ。フォーシーズってなんだ、優雅なお茶って感じでしたね。とてもインスタでよく見かけます、アフタヌーンティーね。なんか言ってる人もいいですよね、アフタヌーンティー。お家で好きなスイーツを食べるのが好き。まあね、それも美味しいね。でもなんかこう一回行ってみたいなって思ってたから、アフタヌーンティーとか行けてよかったよねっていう
ふうには思います。マダムとおしゃれオイルがいくイメージ。ああ確かに、なんかおしゃれな人行きがち。いろいろなホテルのアフタヌーンティー巡りしてみたら。なるほどなるほど、高いからな、アフタヌーンティー。でもまたね、そういうチケットが届き次第行こうかなあんま紅茶飲むイメージないの私。いやでも紅茶っていう、紅茶は好きだよ。だってストティーとミルクティーが好きだから私基本的に。でもなんかこうカフェが行かないかな。カフェに行かないから私、なんか誘われないとカフェ行かない。なんかそれこそ高校 1,2 年生の時とかめちゃめちゃカフェ好きだったんだけど、なんかねカフェってコスパ悪いなってことに気づいて、あのもうお肉とか寿司とかしか行かない基本的お肉お寿司ですね私の場合は。お肉お寿司が絶対コスパ悪いカフェって。まあカフェが好きな人はもちろんいいと思うんですけど、私にはカフェは合ってないかなって思うので、なんかもちろん誘われたら喜んでいきますけど、こう楽しい残女子会的な感じで。だけど基本的に一人でカフェは行かない。なんか人待ってる時とか、なんかどうしても時間潰さないといけない時とかはなんかスタバとかドトールとか入るけど、カフェって言ってもそんな感じだね。確かにランディカフェのイメージわかんない。わかんないでしょ、私カフェ行かないもんだって。肉寿司といえばスタミナ太郎。スタミナ太郎って肉寿司なの。昔ながらの喫茶店がいい。確かに私も行くなら喫茶店の方がいいかな、カフェよりも。なんかカフェってさ、おしゃれな人しかいないからさ、なんかフラって入れなくないですか。なんかちゃんとおしゃれとかしていかないとなんか入れないなって思います。なんかこうフラって入れるところが好きだから。喫茶店とかって結構さ、なんか年齢層幅広いじゃないですか。だからフラって入れる男の人もいるし、フラって入れるけど、おしゃれなカフェってちゃんと自分もおしゃれしていて、ちゃんとメイクもしなくちゃいけないし、なんかねって感じですよね。そうだからカフェはね、あんま行かないね。別に誘われないカフェ行こうって。あでも最近カフェ行った、バイト先のまかない先のお世話になってるお姉さんが誘ってくれて、すっごいおしゃれだった。なんかカフェに行きました。私がずっと喋ってました。いやずっとってことではないけど、なんか基本的に喋ってましたね私が。なんかね、雰囲気か。
ベローチェ、ベローチェってめっちゃ聞いたことある。なんだベローチェ、調べよう。ベローチェカフェ、ベローチェ、ベローチェ、あー行ったことないけど見たことある。スタバも全然行かないな。抹茶ラテしか飲まない。スタバ行ったらなんか昔はマンゴーなんたらかんたらみたいな飲んでたけど、スタバ今なんか行こうって言われて行ったら抹茶ラテしか飲まない。ベローチェサンマルクドトール、なるほどね。ドトールはね、タピオカ、タピオカばっか飲んでるね。タピオカ。タピオカ好きだからさ、ドトール行ったら。カピオカって、タピオカ多めだね。タピオカ券残ってない、まだ。カフェアメリカーノ、ネックレスかわいい、下からもらったやつ。ドトールタピオカ売ってるよ、結構売ってる。でもさ、そのなんかベローチェみたいなとこの今ホームページをさ私見てるんですけどさ、ベローチェのさアイスストロベリー抹茶ラテってすごい気になるんだけど、アイスストロベリー抹茶ラテ、美味しそうじゃない？めっちゃうまそう。すごいメニュー見てる今。見て、アイスストロベリー抹茶ラテ。やばい、12時になる。
私はね、支払い物を支払いにコンビニに行かないといけないんだよね。絶対逆の方が良かったよね。家戻って払いに行ってから始めればよかったのに、始めすっかりそのことを忘れてて始めちゃった。始めてから。行っちゃいました。また明日長くやれたらやります。いや、今日までなの。今日までだからね、もう払いに行かなきゃいけん。逆だよね、普通。ちょっと行ってきまーす。ということで、この辺でランキングを見たいと思います。13位ルリルリさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして12位がちひろちゃん、ありがとうございます。そして11位が MM ヌルエスさん、ありがとうございます。で10位がイーデックさん、ありがとうございます。で9位がたやきくん、ありがとうございます。そして8位がキングスさん、ありがとうございます。そして7位がクロケンさん、ありがとうございます。そして6位がトリオジさん、ありがとうございます。そして5位がワンタンメンさん、ありがとうございます。そして4位が福くさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で3位がチョロさん、ありがとうございます。そして2位がトシさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がミンチャーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということでね、ゴールデンウィークがもう終わりそうだね。ゴールデンウィークがもう終わる気がしてるますけど、明日って休日だっけね。みんな夜更かしは行かない、行かないよみんな、私もですけど。ということでね、お支払いしてきます。ということで、この辺でさよならんりー、バイバーイ。